こんにちは、スタイリストの小山俊です。今回はですね、久々にビジカジについて皆さんに解説したいなと思ってるんですが、以前の動画でネイビーのセットアップに白 T みたいなスタイルは結構お伝えしてきてるかなと思うんですね。ですので今回はちょっと季節感が漂うような秋冬らしいですね、ビジネスカジュアルを皆さんにご紹介したいなと思っているんですね。そういった意味では素材感だとか色使いもちょっとネイビーのセットアップからはずらしたいなと思ってるんですね。 ただですね、僕の体型的になかなかビジネスカジュアルのアイテムとなると、サイズ的にしっくりくるものが少ないんですね。僕は身長163センチ、53キロとだいぶ小柄なので、どうしてもジャケットがちょっと大きかったりだとか、ボトムスもウエストが合わなかったりだとか、まあそういったことが多かったりするので、今回はですね、久々にファブリック東京さんとのコラボレーションということで、自分の体にぴったりのサイズのですね、ビジカジコーデを皆さんにお届けをしてみたいなと思っています。 ということで、早速ですね、僕のスマホ画面を共有しながら、秋風のビジカジアアイテムを選んでいきたいなと思うんですが、トップページからまずはですね、こちら、ビジネスカジュアルというところをクリックしてみましょうか。はい。 まあこちらを見てみるとですね、様々なアイテムが乗ってたりだとか、コーデも乗ってるんですけども、その中でですね、まず気になるのは、ちょっとね、こちらの画像にあるような、これ、グレンチェックのジャケットですかね。ちょっとジャケット単体で見てみましょうか。これがね、なかなか素敵そうなんですよね。 テックフランネルジャージーというものですね。うん。なんかね、今年はちょっと英国調のアイテムがトレンドに上がってきていて、まあ従来のカチッとしたビジカジから、ややカジュアル感のあるようなものも多く出てきているんですね。その中でちょっと落ち着いた雰囲気のあるチェック柄であったら、ビジネスカジュアルで着てもすごく映えるんじゃないのかなと思うんですよね。そこでこのテックフランネルジャージーいいなと思ったんですね。まあカラーの展開はグレーと チャコールグレーがあって、あとはですね、チャコールグレーの千鳥格子だとか、ネイビーブルーの千鳥格子があったりだとか、まあ柄二パターンですね。グレーンチェックと千鳥格子があって、色のバリエーションがあるっていう感じなんですね。その中で暗すぎないこちらのグレーのグレーンチェック。これがね、なかなか良さそうなので、今回はこちらをちょっと選んでみたいと思います。カスタム選択にスモを押しますね。はい。 ハートに入れましょうか。続いてですね、ちょっとボトムスも選びたいなと思うんですが、 ちょっと下の方に行くとですね、コーディネートにおすすめのアイテムっていうのが出てくるんですね。この中でフォーマルチノ、グレーツイールチノっていうのがあるので、ちょっとチェックをしたいと思います。なんかチノパンというと、すごくカジュアルな印象が強いかなと思うんですね。僕の中でも、休日のパパが履いてそうなイメージがあって、結構チノパンって選び方は大事だと思うんですが、このフォーマルチノというものだったら、シルエットもちゃんと足のラインにフィットしていて、なおかつですね、ビジネスに合うような質感なので、 なかなか良さそうかなと思うんですね。まあ、その中でカラー展開がいくつかあって、今回このおすすめに出てきたグレーツイル、これ良さそうだなと思うんですよね。同じグレー系のジャケットとボトムスでグラデーションでコーディネートするのもなかなか良さそうだなと思うので、ちょっとこれもですね、カスタム選択に進むという形にしたいと思います。カートに入れちゃいますね。 はい。あとはですね、ちょっとこれに合わせるようなジャケット下のアイテムも見たいので、ちょっとこのあたりはですね、ビジネスカジュアルの何かこうトップス、ニットとかがいいんじゃないのかなと思うんですが、あ、ありましたね。ニットカーディガンちょっと押してみますね。うん。ジョブニットクルーネック、ジョブニットカーディガン、ジョブニットタートルネックですかまあ、この、 この3点があるんですが、まあ、今回使いやすいのは、まあ、このシンプルなクルーネックにしましょうかね。カラー展開もちょっと色々とあって、このブルーもめちゃくちゃ綺麗ですね。ですが、今回はちょっとこう、グレンチェックというところで、柄に主張があるので、内側はちょっとスッキリと。 ダークネイビーのニットをちょっと合わせてみたいと思います。はい。サイズは、まあ、S で良いかなと思います。ジャケット自体もちょっとコンパクトに今回は選んでるので S サイズをカートに追加という形にしました。はい。ということで3点ですね。ジャケットグレンチェックのものと、あとはフォーマルチノですね。これのグレー選んで内側には丸首のダークネイビーのニットですね。この3点をちょっと選んでみたいと 思いますサイズを選択すると押すとですね、僕のデータも出てくるんですね。身長 164cm、体重 53kg っていう形で、僕のデータが全部入っていて、前回オーダーしたもののデータもこちらに入っているので、もうですね、実際にお店に行かなくても、この場でオーダーできちゃうっていうのがめちゃくちゃ便利ですね。この後ですね、サイズの細かな調整なんかもこのスマホ上でできるんですが、そのあたりは割愛をしまして、こちらを実際に注文して届いたもの をですねこの後皆さんにですねお見せしてみたいなと思っていますそれでは早速行ってみましょうはいということで実際に届いたものをですね着用してみましたどうでしょうかなかなか仕上がりがいいんじゃないのかなと思いますちょっと一周回ってみますね はい、こんな感じです。最近は僕自身もですね、ちょっとこう緩めのシルエットのものを着ることが多かったので、このように自分の体にしっかりと合ってるものを着ると、やっぱり背筋が伸びる感じがしますし、ビジネスウェアにおいては、やはりですね、ちゃんと体にサイズが合ってるということは、圧倒的に見栄えが良くなるなと思いますし、まあ、より信頼感も高まるのかなと思っています。僕は先ほどもお伝えした通り、身長164センチ、53キロと小柄なので、なかなかですね、ジャストサイズのもの が店頭では見つかりづらいんですねその点最初からオーダーだと例えば袖の長さだとか着丈のバランスあとはボトムスで言ったらウエストですねここが合わないものが圧倒的に多いんですが最初からぴったりですあとはですね丈の長さだとか フィット感。このあたりも含めて、もう最初から完璧な仕上がりというのは、もう本当に気持ちがいいなというのをですね、改めて実感をしています。まあそれぞれのアイテムについてちょっと解説をしていきたいなと思ってるんですが、今回はですね、定番的なネイビージャケットではなくて、ちょっとずらしまして、このような グレー系のジャケット。なおかつ、ちょっと柄の入ってるものにトライをしてみたわけですね。まあ最近はですね、このビジネスウェアというものもだいぶカジュアル化してきていまして、まあ小綺麗なネイビーのセットアップもいいんですが、秋冬らしいですね、グレー系の色合い。なおかつ柄ですね。こちらはグレンチェックの柄になっているんですが、このような秋冬ならではの希毛感のある素材感。そしてなおかつですね、 トレンド感のある英国調の雰囲気というところが気軽に楽しめるので、なかなか仕上がりがいいかなと思います。素材はですね、これポリエステル100%なんですけども、この機毛感のおかげで、見え方としては完全にウールですね。非常に質感のいい仕上がりになっています。で、色合いもですね、グレンチェックの中でも結構落ち着いているので、柄の主張がそんなに強くないんですよね。近くで見るとグレンチェックの雰囲気は確かに伝わるんですが、 遠目で見ると結構単色に近くてちょっと動きがあるかなぐらいに見えるので割とビジネスウェアの中でもこういったグレーンチェック気軽にトライできるのかなと思いますそしてこのようなアイテムであればオンだけではなくてオフでも使えるというところがかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますね旬なスタイルをですね気軽にオーダーで楽しめるというのはなかなか便利かなと思うのでぜひ皆さんもですねトライしていただきたいなと思います生地自体もねやっぱりストレッチが効いてるんですよねなので動き心地もいい です肩パットも入ってないですしなるべく軽めの仕立てになっているのでラフにですね休日でも羽織れるようなジャケットになってるのでこれ1枚あるとベーシックな着こなしから1段階上がったちょっと中級者的な着こなしができるのでぜひ皆さんもですねこのグレンチェックのジャケットはチェックをしていただきたいなと思っていますそして内側に合わせるものなんですがやはりですね春夏であれば T シャツというところが最近は定番になっているかなと思うんですが 秋風の場合は丸首のニット、これが1枚あるとめちゃくちゃ便利かなと思います。ファブリック東京さんの丸首のニットは薄手で結構シーズン的には春、秋、冬と使えるような3シーズンに対応したニットなんですね。特にジャケットのい、e、いに着る場合にはある程度薄手であることと素材の雰囲気ですね。ここが上質かどうかめちゃくちゃ重要です。春夏の T シャツのカジュアル感もすごくいいんですが、やはりこのようなちょっとこうフランネル調のアイテムにはですね、暖かみの のののあるニニッットト方がががより相性いいいいいかかかかななななとと思思うのでこちらのウール100%のニットなかなか表情がいいかなと思いますジャケットに合わせることを前提に作られているので、まずは襟周りのですね、フィット感ですね。ここが開きすぎていてもだらしなく見えるし、詰まりすぎていても窮屈なので、そのあたりの設計が絶妙ですね。僕は下にですね、白の丸首 T シャツを着て、ちょっとだけ覗かせてるんですが、そんな着こなしもバチッとはまりやすいので、このですね、 サイズ感っていうのは非常にバランスがいいのかなと思いますでこちらのニットなんですがサイズの展開が8個かなあるんですけども自動的にですね僕の体に合ったサイズを提案してくれるのでそのあたりもですねサイズ選びに迷わないんですね通常の市販で売ってるニットよりもサイズ展開がはるかに広いので皆さんの体型に合ったニットも選びやすいのかなと思いますまあ、今回はダークネイビーという形でまあ、ブラックに近いような深いものを合わせることでこのようなグレ チェックの柄物も引き締めるという役目があるんですね柄物を一つ使う場合には内側に入れるものは濃い色のものかこの後ご紹介しますが真逆の明るいですね ホワイイトトだだとととととかかかアイボリーーこののたりりががが相性がいいいいでではっきりとしし色で合わせてもらうとコーディネートがしやすいかなと思いますな思まそして、ボトムスに関しては、こちらですね。フォーマル感のあるチノパンということで、これまた新鮮な感じがしますね。従来のチノパンとは見え方が全然違います。スラックス調になっていまして、センタープレスが効いていて、生地もですね、ちゃんと肉厚になっています。目が詰まっているんですね。その結果、見え方としてはすごく 綺麗めになるのでカジュアルなチノパンというよりはドレスライクなチノパンになっているのでこれは使い勝手いいかなと思います。ジャケットと同じようなグレー系でグラデーションを作ることで大人っぽいスタイルが気軽に作れるのでこれまたなかなかいいんじゃないのかなと思います。素材はコットンとポリエステルの混沌なのでいわゆるチノパンらしいコットンの風合いも楽しめながらも、まあ、ポリエステルですとかポリウレタンも入っているのでしっかりとストレッチも効いているんですね。このあたりのり使い勝手の さも含めてやはりバランスのいい仕上がりになっているかなと思いますそれぞれのアイテムにはカジュアル感があるんですねグレンチェックという柄物チノパンというややカジュアルなアイテムというところでカジュアルさは感じるんですが全体としてビジネスに合わせたようなすごく綺麗めなテイストに仕上がっているのでこれだったらビジネスカジュアルで使えるのはもちろんのこと綺麗めな私服でも使えるかなと思うんですねこの着こなしのままレストランに行ったりだとかデートなんかもできるのでまあ、すごく使える範囲が広いところも個人的には 嬉しい項目かなと思っています足元はですねストレートチップのようないわゆるクラシックなレザーシューズではなくてちょっとこのようなコインローファーを合わせながら全体の雰囲気をですねややカジュアルな方向で合わせてあげるとバランスがいいのかなと思っていますそしてこの着こなしだけではなくて内側だとかあとはボトムスですねこれを変えるだけでもだいぶ印象が変わるのでこの後もう一パターンですねコーディネートをお見せしてみたいと思いますはいということで着替えてみましたどうでしょうか ジャケット自体は先ほどと同じですね、フランネル調のグレンチェックのジャケットなんですが、その内側ですね、こちらをまず変えてみました。先ほどのようなネイビーだとかブラックのような濃い色もめちゃくちゃいいんですね。それはそれでシャープにまとまるので非常にいいかなと思うんですが、一方で今僕が着てるようなアイボリーだとかホワイトのような明るい色も秋冬の濃い色の中に入れてあげると結構ですね、明るい印象になるので着こなしのバリエーションが広がるかなと思います。 ぜひ皆さんもですね、似たようなものがあったら、そちらをですね、使っていただきたいなと思うんですが、そちらに対して、ボトムスですね、今回選んだのは、実は先ほど僕はフォーマル知能をですね、カートに入れてたかなと思うんですが、見てるとですね、この、 カーキもめちゃくちゃいいなということで、同じ方のパンツの色違いのですね、こちらのカーキもオーダーしました。これがね、めちゃくちゃいいんですよ。カーキ系の色って結構ミリタリーっぽく見えたりだとか、失敗するとやぼったく見えるんですが、かなり色が深いんですね。ビジネスにも通用するような、すごくこう、 上品さのあるようなカーキに仕上がっているので、これがね、めちゃくちゃ良かったです。グレー系のパンツで結構オーソドックスに合わせるのもいいんですが、その他にはこのようなカーキ系のパンツで、これまたちょっとこうトレンド感のあるアースカラーを取り入れてみるというのもなかなかバランスがいいかなと思います。グレーンチェックとも相性がいいので、ぜひ皆さんもこのようなスタイリングを楽しんでいただきたいなと思っています。で、足元なんですが、先ほどはですね、ローファーを合わせていました。今回のスタイルに対してブラックのローファーも もちろんん相性ががいいんですが、まあ、このようにちょっとこう、乾きのパンツを取り入れた場合にはですね、少しカジュアル感のあるような白レーザースニーカーですね。 こういったもので、ややカジュアル感をさらに足してあげるというのもバランスがいいかなと思います。最近カジュアル化が進む職場であれば、これぐらいの着こなしでも全然 OK というところも増えてるかなと思いますし、このスタイルであれば、よりですね、カジュアルの方向でも使いやすいかなと思うので、ぜひこのようなグレンチェックのジャケットの新たな活用方法も皆さん参考にしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では、 秋冬のビジカジスタイルをですね、ファブリック東京さんでオーダーしたアイテムを使いながらご紹介をさせていただきました。まあ、いつものビジカジスタイルだと結構ネイビーのセットアップとかが多かったかなと思うんですが、今回はあえてですね、秋冬らしいですね、このようなグレーンチェックのジャケットを軸にしながら丸首のニット、そして結構良いなと思ったのが、このですね、フォーマルチノというシリーズですね。ボトムスも意外とサイズ選びが難しくて、ウエストサイズだとか、あとはもも,もですね、結構 っっていいるる方方ががただだととととかかかかお尻ののバランスが合わななりだとかボトムででで悩んでる方も多いかなと思うので、まあ、そのようなジャケットからボトムス、ニットまで自分の体にぴったりのものが手軽に揃えられるという点ではすごく使い勝手がいいのかなと思っています。ぜひ皆さんもですね、ネイビーのセットアップスタイルだけではなくてこのようなグレンチェックのジャケットを使いながら秋風の着こなしを存分に楽しんでいただければなと思っています。ちなみに今回ご紹介したアイテムに関しては僕の動画の下の概要欄 ですね。それぞれリンクを貼っておきますのでそちらの方からぜひチェックをしていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに